こんにちは、サーヤです。ここにですね、私の大好きなお家にある韓国コスメを、多分ですけど全部集めてきました。で、今日はこの私の韓国コスメコレクションをですね、紹介していきたいなと思うんですけど、私が化粧品のプロデュースのリルアの発表をした時に、結構そのコロナでマスク生活が始まったことによってコスメ欲がね、低下してしまってたっていうコメントとかも結構いただいたんですね。私も結構わかるなと思って、今までだったらコスメを買わない月がないっていうぐらい、こうどんどん新しいものを自分の中に取り入れていってたんですけど、振り返ってみると確かにこう買わなかった月もあったなとか、そういうことをね、いろいろ思ったのね。何かのきっかけがあったかって言われてちょっと分かんないんだけど、どれぐらいからか、すごく韓国コスメもともとめちゃめちゃ大好きだし、いっぱい集めてたんですけど、それよりもさらに韓国コスメ愛がめちゃめちゃ大きくなって、で、いろんなものをですね、今まで試したことのないようなものとかも結構試したりとかしてて、すごく可愛いコスメがいっぱいあるので、紹介してみんなのなんかこうコスメ欲とかを引き立てることができたらなっていうのと、あとすごくお気に入りとか見せてないコスメも本当にたくさん増えたので、一本にまとめたことがあんまりなかったかなと思うので、ちょっと今日はですね、コスメをいっぱい集めました。コスメ収納の動画で紹介した時と、しまい方、収納の仕方だったりとか中身とかも結構ガラッと変わっているので、ちょっとね、どういう風に紹介していこうかなと思うんですけど、この今後ろにあるこのチェストの方の中身からまず紹介していきたいと思います。のチェストの中の1段ですね。で、そこに今こんな感じで韓国コスメ一部が入っているんですけど、ここはクッションファンデが入ってるんですけど、結構ね、動画でも紹介してるものとかも多いんですが、ヘナのブラッククッションですね。メイク動画で使ってるんですけど、セミマットな仕上がりなんですけど、カバー力高くって、韓国コスメの口コミサイトとかでもすごい人気のクッションファンデですね。カバー力で言うと結構クリオとか、こっちはグローっていうちょっと艶肌のタイプとかもあります。崩れにくさはこっちの銀の方が強いですね。あとはロム&のね、クッションファンデがめちゃくちゃいっぱいあるんですけど、いただいたので色味が全種類あるんですけど、ロム&のね、クッションファンデがパッケージがいろいろその時のコラボによってもデザインが違うのもあるんですけど、仕上がりがちょっとツヤっとした感じの仕上がりになるので、私はこっちのクリアカバークッションの方がロマンドの中だと好きですね。ジョンセンムルとか、これもね、動画で紹介したんですけど、ダブルラスティングクッションっていう崩れにくい持続力のいいタイプのクッションファンデですね。これもね、割と最近動画で紹介したんですけど、ラネージュのクッションファンデ、これはホリデーコレクションのデザインのパッケージなんですけど、中身緑のと同じで、こっちの緑がちょっとマットな肌になって、ピンクがツヤっとした肌になるんですけど、マスクにつきにくいファンデーションなのでめちゃめちゃ好きですね。このあたりはクリオの下地なんですけど、肌をワントーン明るく見せてくれるピーチトーンアッププライマーっていうやつで、ほんのりね、ピンクがかった色味の下地なんですけど、これが肌をちょっとこう滑らかに見せてくれて潤うモイストプライマーっていうね、で、これは毛穴を埋めてくれるようなポアプライマーです。コンシーラーはここにあるんだけど、あんまり開拓できてなくって、ちょっとね、もっといいのを見つけていきたいなと思っているんですけど、今持ってるのはザ・セムの定番のコンシーラーだったりとか、クリオのキルカバーシリーズのやつとか、ルナっていうコンシーラー。コンシーラーはクマが悩みがあるので、もっともっとこういいものを見つけていきたいなと思ってるんですけど、ちょっとまだね、未開拓なのでもっと攻めていきたいなって思ってます。最近ゲットしたんですけど、トーンアップクリームで日焼け止めとメイクアップベースとプライマーが1本になってるやつなんですけど、今日これイエロータッチ使ってますね。動画でも紹介したんですけど、その時は確かピンク使ったんですけど、トーンアップ効果と日焼け止めの効果がしっかりあって、で、あと保湿力も高いクリームなので、結構ね、乾燥肌の方におすすめですね。これね、パウダーに見えて下地なんですよ。最初に使うやつで、これすごい変わってるなって思ったんだけど、肌の凹凸をスラッとこう整えてくれるような下地で、でも下地って言ってもパウダーだから、なんかね、不思議な感覚。これはクリオのアイブロウが入ってます。これ私もうめちゃくちゃ大好きで、もうね、すっごい描きやすいんですよ。こういう感じで斜めにカットされたペンシルなんですけど、なんかもう本当に滑らかに眉毛が描きやすくって、もうめちゃくちゃ大好きです。同じシリーズのこちらが眉マスカラ。あんまりないこういうグレッシュなカラーとかもある
るので、亜種系のヘアの方とか、あと私が結構前にね髪の毛黒髪だったんですけど、その時とかもこういうグレー系の眉毛で描くとすごい馴染みがよくって、髪色に合うアイブロウがないなって思ってる方とかにすごくちょっと韓国コスメのアイブロウを見てほしいなって思います。これがもう本当に超最近いただいたばっかりのアイブロウアイテムなんですけど、ロム&からアイブロウのねアイテムが出たんですよ。こういうめちゃめちゃ細いこういう繰り出し式のタイプのペンシルと、あとここ真ん中が開いててチップのパウダーになってるこの細細のタイプと、斜めにカットされてるタイプと2種類出たんですけど、細かく描きたい方はこっちの激細タイプがおすすめですね。であとふんわり柔らかな感じで描きたい方とか、もともと眉毛がしっかり生えてるっていう方はこっちの斜めにカットされてる方がいいかなと思います。私がね使ったのがこの C3 番っていうベージュのカラーなんですけど、もう単純に黄色みのあるベージュじゃなくてちょっとアッシュっぽいベージュなのですごい良かったです。韓国コスメのこの眉毛のシリーズ、本当になんか絶妙な色がいっぱいあって、単純に茶色とかじゃなくてさ、本当にこういうほんのりアッシュっぽい色とか、ちょっとピンクっぽいブラウンとかグレッシュな感じとかいろいろあるからめっちゃいいんだよ。韓国コスメのマスカラで最近めっちゃお気に入りなのが、これも一回動画で紹介したんだけど、まずパケがめちゃめちゃ可愛いんですよ。アッシュピンクな感じのこのパッケージにゴールドのこのステッチがめちゃくちゃ可愛くって、もう見た目があんまりマスカラ感がない感じなんですけど、これ細くて結構ブラシも塗りやすいし、カールキープ力も良くて、でマスカラの仕上がり自体は結構ふわっとした自然なまつげになるので、なんかゴテゴテした感じじゃなくていいですね。ちょっと紹介してる間に気づきました、別のとこに入ってたペリペラのマスカラなんですけど、ブラウンマスカラに一時期めちゃめちゃハマってて、最近またちょっとブラックのマスカラを使うことが多いんですけど、ブラウンマスカラはね好きな方はぜひちょっと試してみてほしいなって思います。このペリペラの私が使ってるのが08番と09番ですね。なんかピンクブラウン系なので、ブラウンでも柔らかい甘い感じの目元に仕上がるのでめっちゃ可愛いです。最近ゲットしたんですけどめっちゃ大好きなの、これね9点で3本セットでいくらみたいな感じやって、一番お気に入りなのがこの04番なんですけど、これがザセムのアンダーアイメーカーっていうやつで、ここの下のところをこうくるくるくるっと回すと、こういうチップタイプのアイシャドウになっているんですけど、涙袋を描くとめっちゃぷっくりするんですよ。でこっちの反対側がアイライナーになってるんだけど、アイライナーっていうかこういうペンシルライナーになってるんですけど、これで涙袋のこの影をね引くと、もうダブルでもう涙袋ぷっくり見えます。パッと見なんか濃そうに見えるけど全然そんなことなくて、今ここに書いたんですけどこのぐらいの薄さなので、なんか涙袋の影ってものすごい濃いので描くとちょっと不自然だしクマっぽくなりがちなんですけど、これはもうちょっと自然な感じで影を入れられるし、ちょっとクリームタイプなのでぼかしやすくてすごくいいです。涙袋これで描いてるんですけど超ぷっくりしてるでしょ。この下がいただいたんですけど、韓国コスメのパウチタイプのコスメで、スティモン発音がおかしいかもしれない。手前がですねミッポンちゃんと、バビメロのコラボのアイシャドウとフェイスパレットのこのパレットがここに入ってて、でこの上がタキノちゃんとバビメロのコラボですねのチークとシェーディングとアイシャドウのパレットです。これはファンの子にいただいて動画でも使いました。なんかブラウン系のね可愛いんです。これはホリカホリカのアイシャドウパレット、これは何度か動画で紹介してるクリオのハイライト、これはね韓国コスメのアイムミミのアイシャドウパレットなんですけど、実はこれは台湾旅行に行った時に買ったんですよね。これ可愛くない？パッケージがこんな感じが今はここの引き出しの中に入ってます。こんだけたくさんあるとさやちゃんコスメ断捨離してないんじゃないって言われること結構多いんですけど、細かく断捨離とかはしていて、でなんかそれ前にも見たよっていうやつがあるかもしれないけど、それはねもうねリピートしたりとかしてるやつだと思いますね。数がもうとにかくめちゃくちゃ多いので一個ずつ細かく紹介しちゃうともう動画がもうめちゃめちゃ長くなっちゃうなと思って、今こんな感じで紹介してってるんですけど、これ特に色見たいとか使ってほしかったとか知りたかったっていうコスメがあったらぜひコメントの方で書いてください。
クリアケースの私はね、上に置いてるものなんですけど、こちらからいきたいと思います。こちらがですね、ラネージュの、これね、今あんのかな、ホリデーコレクションのパレットなんですけど、めっちゃキラキラでしょ。これね、メイク動画で紹介したことがあるんですけど、私はこの色がね、結構可愛いなと思う。エスポアのパレットなんですけど、リアルアイパレット。チークとか、ちょっとこう、シェーディングに使えそうな色味とかも入ってます。淡い感じの色味でね、すごい可愛いです。この色とかね、すごい可愛い。見た目ほど濃くなくて、クリア感のある、ちょっとこう、ツヤっとしたコーラル系のラメなので、めっちゃ可愛いです。このクリアのアイパレットが、この中だと一番好きなのが、こちらの06番のアイパレットがめっちゃ好きです。ピンク系のパレットなんですけど、ちょっとこうコーラルっぽいカラーとかも入ってたりして、ピンクピンクしすぎてなくって、使いやすくて、グリッターも入ってるし、ラメシャドウも入ってるし、可愛くて、私はこの中だと06番が好きですね。発色がいいので、結構ぼかしながら使ったりしてます。クリオのプロブラッシャーパレットなんですけど、ミュートペタルっていう、ちょっとヘルシー系のカラーが入ってるチークパレットですね。これもう一種類あって、私はこっちの方がよく使います。ブルームパステルっていうカラーです。ピンク系とか、ちょっとコーラルっぽいカラーとかが入ってたりして、私はこっちの方が個人的にはよく使います。こちらはシェーディングのパレットですね。こちらはシェーディングのパレットなんですけど、最近またちょっとシェーディングはめっちゃお気に入りのが増えて、それ後で紹介します。クリオのアイパレットね、これめっちゃ好きです。プリズムエアアイパレット。これの特に02番がめっちゃ好きで、超可愛くない？キラキラなの。ブラウンの中にピンクのラメが入ってて、すごい可愛いんですよ。続いてはこちらのクリアケースの方をね、紹介していきたいと思います。ちょっとこれどうやって紹介していこうかなと思ったんですけど、私がちょっと出ないで物をね、見せてった方がちょっといいかなと思ったので、ちょっとね、カメラ界に行きたいと思います。私はまずここがですね、私がもうよくメイク動画で使うのが、このトゥークールフォースクールのアートクラスバイロダンのシェーディング。これもうね、何個リピートしたことかってぐらい、もうめちゃくちゃ大好きで、ストックも持ってるシェーディングなんですけど、このシェーディングから新色が出て、ちょっとパッケージの色味が薄くなってると思うんですけど、この色がめっちゃ使いやすいの。少しグレッシュなカラーが入っていて、黄みがそんなに強くないシェーディングなので、すごく使いやすくて超お気に入りです。でこれはペリペラのシェーディングなんですけど、こちらが03番のヘーゼルグレーっていうカラーなんですけど、これもグレッシュなカラーのシェーディングで、ブルベさんにめちゃくちゃおすすめなシェーディングですね。シェーディングの色合わせは超大事なんだけど、これ本当にめっちゃおすすめです。ブラーパウダーパクトってやつで、この中にこのケースがついててめっちゃ嬉しいんですよ。でこれはパウダーなんですけど、とにかくハイカバーなパウダーで、毛穴をフラットに埋めてちょっと陶器肌にしてくれるようなパウダーです。ツヤとかも全く全部消しちゃうので、かなりマットなお肌にはなるんですけど、スラッとした陶器肌が好きな方は結構好きな仕上がりだと思います。これはね、最近ゲットしたんですけど、ペリペラのチークで、これがピュアブラッシュドサンシャインチークの01番のピンク。これもね、めっちゃ可愛いの。マットなチークなんですけど、こんな感じで、そんなガツッと発色しなくて、ふわっとした発色。チークに書かれているのもさ、可愛いでしょ。メッセージが書かれてて。こっちが03番。これがね、結構思ったよりもオレンジ感が強かったんですけど、一時期赤チークを探してる時に買いました。こんな感じの色です。これは私はちょっとそのまま単品で使うとあんまり合わなかったので、結構他のチークと混ぜたりとかして使ってます。ジェルチークがめっちゃ好きで、今もハマってるんですけど、これはね、もう本当に大好きです。アピューのジューシーパンジェリーチーク、こんなタイプのジェルタイプのチークなんですけど、ちょっと触るとこうプニッとねしたクリームチークとパウダーチークの中間のような感覚のチークなんですけど、これがつけるとサラサラのパウダーっぽい質感に変わるんだけど、密着力が高いのでマスクとかしてても
取れにくくって本当に大好きです。であとこのジェルチーク特有のこのなんていうのツヤ感がめちゃくちゃ好きで、日本限定色で私はプラダで買ったんですけど JPK01 番のラブリーチェリーです。これね他の色も買おうと思ってます。これがそれのハイライトビタン酸ロゼっていうロゼなのでほんのりシャンパンカラーみたいな感じで、これもねすごい可愛いです。こちらはヒンスのチークなんですけどトゥルーディメンショングローチークの GO03 番です。結構青みにハマってた時に買いました。ラベンダーのチークなんですけどこれもねちょっとこういうプニッとするさっきのチークと同じようなクリームとパウダーの中間のような質感でふわっと色づくのでそんなにね発色自体は濃くないんですけど透明感あるお肌に仕上がるので青み系というかラベンダー系好きな方はタイプだと思います。これと何かのチークを組み合わせて使うことが多いですね。これはねなんかまるで石みたいな感じなんですけどパウダーなんですけど粉っぽくないんだよね。でめっちゃ発色いいの。すごくない？これが PK01 番。ピンクの中にねゴールドが入っているので光の加減でね結構変わるんですよ。こちらは CR01 番です。思ったよりねちょっとねオレンジ味が強かったのでこれは他のチークと一緒に混ぜながら使ってます。ツヤ感がめっちゃ綺麗です。ここがですねグリッターの段になってるんですけど最近ね結構ねグリッターではなくてラメシャドウにハマってるんだけど一番お気に入りがこのロムアンドのなんかグリッターって物によってはなんかアイシャドウが後々剥げてきたりとかなんかのせた時にアイシャドウがよれやすくなっちゃったりとかしてなんかあんまり可愛いんだけど持続力がいまいちだなとかっていうものがあったりするんだけどロムアンドのものはすごく私的には使いやすいなと思いました。ディアダリアアイシャドウとかはめっちゃ可愛いんですけどチップが結構太くって、まあ、そのままはちょっと使いづらいっていうのと結構ね私的にはたっぷりつけるとよれやすいなっていう印象があったので少し手の甲に出してちょっとだけね乾かしてから使ったりして、でもこれねめっちゃ可愛いんですよね。ミューズっていうから超可愛い。ここはミシャの単色シャドウが入ってるんですけど私が一番好きなのはやっぱりこの色かな GOP01。 ミシャの単色シャドウはファンの方にいただいたのとかもあってすごい可愛いのがいっぱいあります。なんかミシャのこのアイシャドウはグリッターアイシャドウなんですけど密着力があるようなアイシャドウです。ちょっとねロムアンドのアイパレットが他のところにも出てくるんですけどピンク系だと W02 番、ちょっとオレンジっぽい感じの色味だとこの色もすごく好きですね。01番、端っこに見えるのがさっき紹介したここのグリッターの時に一緒に出たシリーズなんですけどこういった単色シャドウもあります。めっちゃキラキラです。とにかく超キラキラなのでキラキラが好きな方は気に入ると思います。結構キラキラ強めなんですけど02番が細かいラメのアイシャドウです。最近出たばっかりですね。エチュードのもうまるでチョコレートかなみたいな感じなんですけどエチュードのキスチョコレートプレイカラーアイズです。チョコレート感のあるダークとかこちらはちょっとアーモンドということで黄身がねちょっと強めなんですけどこういう感じとかとこちらはミルクです。ちょっとねクリーミーな感じの色味ですね。同じシリーズのリップです。プ型のリップです。ヘラのアイシャドウなんですけどこういう2色入ったアイシャドウです。結構上品な色味が多いかな。これは11番、こっちはねラメです。ベイジークのこの前もちょっと紹介したんですけどもうこれが本当に大好きです。これが、07番なんですけどもうね超可愛い。マットとこのラメが組み合わせがもう配色が最強です。これねちょっと集めたいなと思ってて、そうすごい可愛いから。こちらが06番の唯一のすべてラメのパレットなんですけどこれもねめちゃくちゃ可愛くて最近これをちょっとこの中のラメを下まぶたの涙袋のとこに重ねたりするのにハマってます。あとインスタライブやった時にめっちゃ目がキラキラだねってコメントがねあったんだけどこれ使ってました。こういう本当にガツッと乗らなくて柔らかい感じの発色でなんかこうパレットこういうたくさん色味が入ってるアイシャドウってすごくこう粉々しかったりとかするんですけどそういったこともなく
ラメもめっちゃ綺麗です。今日のアイシャドウもこれ使ってます。エチュードの牛さんのミルクシリーズですね。動画でも紹介したんですけど、こっちが上がチークで下がアイパレットです。これがバナナミルク、ブルーベリーミルク、ストロベリーミルクです。で、ちなみにイエベさん、ブルベさん、イエベもブルベも使いやすい色っていう感じになってます。ここの段がロム&の完服エディションのコスメなんですけど、クリームチークなんですけど、マットな質感なんですよ。出します。ほら、なんかね、最初はクリームなんですけど、伸ばすとちょっとパウダーっぽいサラッとした質感に変わって、で、マットなんだけど、こうふわっとした発色の仕方で、今塗ったのが01番、ちょっとブラウン系の、こちらが03番、ラベンダーっぽいから、これが一番よく使うかな。こちらがハイライトですね。すごいキラキラ、こう柔らかい粉質のハイライトです。アイシャドウなんですけど、こちらが N01 っていう柔らかいブラウン系のアイシャドウですね。で、シミ色とかはしっかり濃いめで、マットマットマットラメです。結構ね、くすみラベンダーのカラーで、ちょっとダークな色味ではあるんですけど、ピンク系のアイシャドウとか、ちょっとラベンダーカラーのアイシャドウと組み合わせて使うとすごく可愛くて、動画でも一度メイク動画で使ったことがあります。この下の段が、こっちがそのさっきのシリーズのリップで、これはまた別のシリーズなんですけど、グラスティングウォーターティントのそのシリーズ、こちらがロム&のシースルーマットティントです。そのシリーズ、少しなんかジェルが乾いていくみたいな感じのリップなんですよ。ちょっと変わっててね、すごいマットなので、ね、初心者にもおすすめです。で、こっちはこのツヤツヤの方ですね。この色めっちゃ可愛いです。クリーミーで、ほら、こちらのアイシャドウが夏ぐらいにね、すっごいハマってて使ったんですけど、全部がキラキラのラメなんですよ。こう透け感のあるオレンジのラメで、また可愛いんですよね。全部がキラキラ。もうここはジャ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 ンと全部ロム&のティントが並んでおります。こちらがロム&のジューシーラスティングティントで、こちらがロム&のグラスティングウォーターティントですね。その時のメイクの気分によっても好きな色がね、結構変わるんですけど、一時期もこういう青みピンクっていうね、この04番のドラゴンピンクとか超ハマってたし、最近だとこのフィグフィグのちょっとくすみ感のあるようなピンクが好きだったりするんですけど、なんか結構ね、中央につけてちょっと外側に向かって伸ばしていくと、もう少しね、柔らかいカラーになるんですけど、絶妙なくすみ加減で、このあたりはもう全部ね、動画でレビューをしている動画があるんですけど、ちょっと青みがかった色味が結構一番よく使うかなと思います。でもなんか最近だとこのシリーズってよりは、ブラスティングだったらこっちのさっき紹介した方を使ったりとかすることが多いかなっていう感じがします。これはね、マスク生活になってからは、出かけるときはあんまりマスクつけて出かけるのでつけないんだけど、動画のときとかだとよく使うことが多くて、こちらはグラスティングウォーターグロスで、ちょっとスーッとするグロスなんですけど、唇がふっくらして見えるので結構お気に入りです。レビュー動画を出したことがあるんですけど、クリオのマットのスポンジ型のリップです。なんかこうぼかしながら塗ったりするのに使いやすいかなっていうイメージがあります。で、こちらが 3CE のリップティントですね。このベージュとかすごく使いやすいカラーで、これがね、クリオのティントなんですけど、これはもう結構ツヤっとしたようなティントですね。で、こちらは見したことあるかな、アミューズっていうね、ティントなんですけど、これすごいね、ブラウンの、ちょっと私にしては珍しい感じの、すごい可愛いんですよ。品番間違えて買ったんですけど、これ可愛くてお気に入りです。思わぬ出会い。発色も良くて色持ちもいいです。これはなんと、この2つのリップを買ったらプレゼントでもらったんですよね。もらったっていうか、ついてきた。ここからここまでがクリオなんですけど、これね、リップスティックなんですよ。こんな感じの、これがマットのリップスティックなんですけど、この中だと私は一番この04番が、これ結構赤っぽく見えるんですけど、伸ばすとこの感じで少しね、ふわーっと柔らかくなるんですよね。なので最初にこれ塗って別のカラー重ねたりとかして使ったりもします。
ただここはねティントじゃないので色持ちはそこまで良くはないんですけど、マットの感じがすごく可愛いです。可愛いハートのホリカホリカのリップティントはファンの子にもらいました。私の好きな色をさ分かっているからさ、ドンピシャで可愛い色が、可愛い色をプレゼントでもらいました。06番ちょっと青みがかったピンク、02番、これが02番、可愛い色、すごいお気に入りのパピューのジューシーパンスパークリングティントです。これ大好きで、も他の色も欲しいな。何にでも合わせやすいなと思って好きなのがこの BE01 番。なんか意外とちょっとオレンジっぽく見えるかもなんですけど、塗ってみるともう少し馴染みが良いベージュ系のカラーです。 RD01 番とかだともう少し深みのある赤っぽいカラーで、これもねすっごい使いやすいです。もうめっちゃギラギラのラメじゃなくてほんのりラメが入ってるんですよ。最近はさラメグロスとかを上にさ重ねたりとかして楽しむのがなかなか難しいじゃないですか。なのでこうティントと一緒にラメが入っててすごくうるうるで可愛いなと思います。ミキポンちゃんとバビメロのさっきアイシャドウとかのパレット紹介したんですけど、こちらがリップグロスね。これが唇あのぷっくり見えるリップグロス。キノちゃん とバビメロのコラボのさっきパレット紹介したんですけどリップですね。でここら辺は一度動画で紹介しているヘラのリップですね。ツヤタイプのバームで、こっちがマットタイプです。最近だとこれも色持ちがいいタイプではないので、お出かけの時に使うのは結構ティントタイプが多いんですけど、唇がちょっとスースーする効果があってぷっくり見せてくれるようなバームで保湿力がしっかりあるので結構気に入っています。この中だと私はこちらの134番が好きです。こちらナチュラル、こちらはですねエチュードの、グリッタースノーシリーズのこちらがフェイスカラーで、すごい可愛いね、ふわっとしたちょっとコーラル系のチークです。でこっちはマットなんですけど、こっちはほんのりパールが入ったハイライトがセットになってるんですけど、ギラギラのハイライトじゃなくてふわっとしたハイライトです。こちらがアイシャドウで、これがウォームっていうブラウン系と明るいのがセットになってて、こっちがフローズンですね。この色がねめっちゃ可愛いんですよ。好きそうでしょと BE102 番です。ロム&とネオンムーンのコラボのリップ、アイシャドウ、そしてチークが入っています。もうダントツで好きなのがリップは09番、くすみピンクなんですけどちょっと赤みもあったりとかしてしっかり発色のくすみピンクです。リップ自体はあのグラスティングウォーターティントのシリーズで、パケと色味がコラボになってます。使っちゃってるので色味がね少し分かりづらいんですけど、もっとブルー、ラベンダー、ピンクっていう感じでしっかり分かれててすごい可愛かった。ほぼほぼ透明なんだけどラメが入っててめっちゃ可愛いです。ミニタイプ04番、もう全部ラメラメのアイシャドウです。この色がねすごい好きで、これキラキラでしょ、可愛いんですよ。チークは私が一番よく使うのは03番、こういったほんのり青みがかってるようなピンクのチークなんですけど、結構使いやすい色味なんですよね。秋冬だったかなに、出たロム&の新色のカラーなんですけど、じゃあこの18番とかこういう少しベージュっぽい色味で大人なロム&っていう感じがしてすごく可愛いなと思います。こっちはマットなんですけど、こっちのマットのシリーズがあのゼロベルベットマットティントなので、少しこうマットはマットでもふわっとしたようなマットです。柔らかい感じのマット、今の色が18番ですね。18下地に他の色使うことも結構あります。マージーのリップティントのこれはツヤタイプなんですけど、もういっぱいやらやらやらって色が並んでます。私が好きな色がこれ DT01 っていう、これまたね少しねベージュ系のリップなんですけど、柔らかい色味のリップで可愛いんですよね。ちょっとオレンジっぽい感じなんですけど、こういった落ち着いたカラーが多いイメージですね。ちょっとあと赤っぽい色とかがあったりするかな。あとチップがなんか柔らかくって、なんかこう唇にフィットして塗りやすいところが結構好きです、このリップは。
こちらはまたマージの違うシリーズなんですけど、結構こういう赤みとかブラウンみとか発色が少し暗めなものが多いですね。 V16 と V15 に似てます。こちらは以前動画でレビューしたエチュードのグロッシールージュティントがここに入ってます。ピンクケアとこの PP501 っていう可愛くて好きです。ちょっとくすみ系なんですけど、なんかほんのりラベンダーピンクみたいな感じの色。この BR401 とかもすごい可愛いなって思います。ちょっとねオレンジっぽいんですけど、ほんのりブラウンで可愛いです。このね上に乗っかってるこちら、この入れ物どこのですかって結構ね質問いただいたんですが、これねロムアンドからプレゼントでいただいたものなので、この多分入れ物自体がロムアンドが作ってるんだと思うんだよね。ここに書いてあるからロムアンドって。で、こっちがマットでこっちがツヤなんですけど、この引き出しの中に入ってる色もね実はあるんだけど、私はねこれでね出会ってシースルーティントがすごい好きになったんですよね。03番とかめっちゃ大好きで、あとは動画で使った時に超可愛いねって言われたんだけど、これ1番のピンク、これね結構蛍光っぽいピンクではあるんですけど、ぼかして使うともっとふわーっと柔らかくて可愛いんですよ。このオレンジとか05番とかもブラウン系のカラーですごく。でこっちはまた違うシリーズのマットで、ゼロベルベットマットなんですけど、こちらもちょっとブラウン系の色とかあったり、ツヤタイプなんですけど、ここがグラスティングウォーターティント、こっちがもう全部ジューシーラスティングティントがセットになっております。すごいこの色も好きです。15番、鮮やかなピンクでめっちゃ可愛いんですよ。もうザ・ピンクっていうねリップ塗りたい時とか使います。この色はね03番、可愛くない？お店みたいで可愛いので、あえてこれはもう中にしまわずに飾って収納してます。はい、というわけでですね、今韓国コスメを全部紹介し終わりました。大変でした。あの途中でなんか喋ってる時ちょっ と集中力がちょっと途切れちゃう時があってね、申し訳ない。はい、こんな感じで今紹介したんですけど、ちょっと数が多いので、もっと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 本当は喋りたいことがいっぱいあるんですけど、結構絞って紹介をしたので、あの見たいコスメとか使ってほしいやつがあったらぜひぜひコメントで教えてください。この間ちょうど断捨離をしたばっかだったので、結構コスメが偏ってるというか、このコスメのブランドちょっとないなとか、あここのやつにちょっとが多いなとかっていうのがあったりしたので、自分でももっともっと今ね気になってるのがあるから、あのどんどんね増えていくと思うので、またその都度紹介していきたいなと思ってます。みんなもあのおすすめの最近韓国コスメあったらぜひ教えてください。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。次の動画もまた見てね。チャンネル登録お願いします。さやでした。バイバーイ。めちゃめちゃお腹すいた。